ぞっこんウチナーアスリート。こんにちは、ラジオ沖縄アナウンサーの杉原愛です。この番組は県内のスポーツ関連のイベントを取材してお伝えしたり、学生スポーツからプロスポーツまで県内外で活躍するウチナーアスリートを全力で応援しようという番組です。今日も先週に引き続き、男子バレーボール全国屈指の強豪校東福岡高校で主力選手として活躍する県出身選手をご紹介していきます。先週は東福岡高校を率いるキャプテン、南西中学校出身の照屋俊選手とリベロとして活躍する金城奏太選手のインタビューをお送りしましたが、今日は3年生美東中学校出身の浅間龍之進選手と1年生の宮里中学校出身比嘉明人選手、そして藤本総一監督のインタビューをお届けします。今日も15分間お付き合いよろしくお願いします。先月4日、大分県で行われた男子バレーボールのインターハイ決勝戦。過去、春高バレーで3度の優勝を誇る東福岡は、惜しくも東京・駿台学園に敗れたものの、準優勝という素晴らしい結果を残しました。そんな全国有数の強豪校、東福岡高校で主力選手として活躍している県出身選手4名の中から、今日まずは重要なポジション、セッター兼アウトサイドヒッターとして活躍する浅間龍之進選手のインタビューをお届けします。選手にはリモートで取材をしています。まずはこちらのインタビューをどうぞ。東福岡高校男子バレー部県出身のこちらの選手にお話をお聞きします。まずは自己紹介からお願いします。東福岡高校3年の浅間龍之進です。はい、龍之進選手よろしくお願いします。お願いします。はい、龍之進選手はセッター兼アウトサイドヒッターとして、ね、活躍されているということなんですが、まずはインターハイ振り返ってどんな大会になりましたか？やっぱり優勝して日本一を目指すためにやってきたので、準優勝っていう形で終わってしまって、決勝ではあと1点を詰め切れなかったんで、それで自分たちがやってきたことの詰めの甘さが出たのかなと思いました。なるほど。じゃあこう収穫と同時に課題も見つかった大会になったんですね。はい、そうです。でこうインターハイ終えて、またチーム次の目標に向けて頑張っているところだと思うんですけど、今のチームの雰囲気ってどうですか？やっぱり負けた後にあの悔しさは日本一を取れないと思うので、もう一回日本一を取るために一生懸命頑張っています。なるほど。じゃあよりこの悔しさを胸に練習にも力が入ってるんですね。はい。あの沖縄の地元の新聞にも、こう県勢選手の皆さんで喜ぶ姿と浅間選手の大きなこう笑顔もね、写真で掲載されてたんですけど、こうインターハイの中でも本当にこう県勢選手のコンビネーションでいい攻撃のスタイルもたくさんあったと思うんですが、あの浅間選手から見て県勢選手のこの仲間がいるっていうのはどういう存在ですか？やっぱりきつい時も一緒に乗り越えてきた仲間なんで、試合の中でも声をかけ合ったり、きつい時は一緒にいるのがやっぱり心強いです。そうですか。あのこうセッターとしてはね、こうトスを上げたりとか得点につながるこういうプレーも必要だと思うんですけど、ご自身のこのプレースタイル、持ち味はどんなところですか？やっぱりトスの部分でもあるんですけど、今年のチームの特徴のチャンスボールが来た時に2本目で打つゼロクイックや、で2本目で打つふりをしてあげるフェイクセットが自分の持ち味だと思っています。じゃあ本当にこう龍之進くんのプレースタイルがチームのこの持ち味にもつながっているのは結構重要な役割ですね。はい。結構プレッシャーとかもありますか？プレッシャーもあるんですけど、やっぱり勝ちたいっていう気持ちが大きいです。じゃあ普段からいろんなこう攻撃のスタイルも練習からこう厳しく追求されてるんですね。はい。分かりました。今ご自身が課題にしていることはどんなことですか？やっぱりコンビは多くあって、いろんな攻撃パターンがあるんですけど、それの精度を高めることが課題です。なるほど。次ね、全国大会、大きな大会も続いていくと思うんですけれども、今後の目標、意気込みも聞かせてください。
インターハイは準優勝であと一歩のところで負けてしまったので、これからある国体と春高で絶対日本一を取ります。素晴らしい。またこう高校から県外に出るっていうのも大きな挑戦だったと思うんですけど、一番ご自身にとってパワーの源になっていることって何かありますか？やっぱり試合の時に毎回沖縄から来てくれる両親だったり、家族の人だったりで、親戚もそうですし、沖縄にいる友人の応援がパワーの源となってます。ですか。結構じゃあご両親いつも県外の大会も来てくれてるんですね。はい、毎回来てます。どんな存在ですか、ご両親は。やっぱりいつも支えてくれているので、とても感謝しています。そうですか。実は今回ラジオ沖縄で取材しようと思ったのも、沖縄県内のラジオリスナーさんから、東福岡高校で県勢選手がいっぱい頑張ってるので応援してほしいっていう、そういう取材依頼があって、取材させていただいてるんですけど、こう沖縄県でも皆さんの活躍楽しみにされてる方たくさんいらっしゃるので、これからもぜひ頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。この時間は安座間龍之進選手にご出演いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。さて、続いては今年の春に東福岡に入学したばかり、入部してわずか数ヶ月ですでにレギュラーメンバーとして活躍している1年生、比嘉暁斗選手のインタビューをお届けします。こちらのインタビューをどうぞ。東福岡高校男子バレー部1年生のこちらの選手です。まずは自己紹介からお願いします。東工科高校1年の比嘉暁斗です。はい、比嘉選手よろしくお願いします。お願いします。はい、比嘉選手今1年生っていうことなので、この春から入学して高校から県外にこう挑戦するっていうのも大きな挑戦だったと思うんですけど、どういうところが決め手になったんですか？まあ、練習行った際に、沖縄県の先輩たちがとても仲良く接してくれたので、そこでプレーしたいなっていう思いが強かったです。そうですか。で、入学してすぐまたインターハイにもね、出てますけれども、チームの雰囲気とかに今慣れてきました。はい、とてもやりやすい雰囲気で、とてもいいです。こう中学生時代にやってたこうバレーボールと高校に入って何かこうギャップって感じました？やっぱり中学生の時は一人で打っていて大変だったんですけど、高校になってからはみんなができて、まあ、頼れる先輩たちがいっぱいいて、とても楽に試合ができています。そうですか。じゃあこうレベルの高いところで今楽しくご自身のプレーもできてるんですね。はい、そうです。今高校1年生っていうことなので、インターハイの舞台も初めてだったんじゃないかなと思うんですけど、こういう全国の舞台経験してみてどうでした？全国を経験して自分が通用するってことが分かったので、そこは自信になりました。どういうシーンが一番印象に残ってるとかありますか？2段トスが上がって2枚ブロック来たのを抜いた時が一番良かったと思います。これ結構冷静に状況判断できてました。まあ、冷静にはできてなかったんですけど、まあ、自信持ってプレーして決まったのでよかったと思います。いや、大舞台でね、そういうご自身の持ち味が出せるの素晴らしいなと思うんですが、ご自身は自分の中で一番の持ち味はどんなところっていうふうに思いますか？自分は細かいプレーが得意で、ミスの少ないところが印象です。そうですか。これはい。からこう東福岡高校で伸ばしていきたい部分はどういうところですかね。性格面だったり、まあ、人間性っていう部分で成長したいなって思っています。こうプレーの部分ではこうどういうプレーをして、なんか全国に導きたいとか何か意気込みありますか？プレーはさっき言ったミスの少ない選手になれるように、もっと精度を高めていきたいと思っています。わかりました。今ね、高校生活始まって半年ぐらいですけれども、ご自身にとってなんかこうパワーの源になっていることですとか、力もらえることってどんなことがありますか？やっぱり親からの
LINE とかでパワーをもらっています。ああ、そうですか。インターハイ終わった後とかも何か反応ありました？はい、毎回大会終わりには LINE でお疲れ様とかそういう一言かけてもらって、それが一番嬉しいです。ああ、そうですか。じゃあ、まだまだホームシックは大丈夫そうですかね。はい、大丈夫です。安心しました。ではですね、最後にこれからの目標も聞かせてください。インターハイで準優勝という形で終わったので、これから練習1点、あ、2点をつなぐ練習をして、国体春高で日本一を取れるように頑張っていきたいと思います。先輩たちはね、沖縄県出身の先輩たちは3年生ですけど、比嘉選手、今1年生ということなので、これからこうチームを、ね、引っ張っていく存在にもなると思いますので、なんか今後3年間通しての何か目標とかもありますか？自分は細かいプレーが今はできてるんですけど、やっぱり自分の代になってくると、やっぱ自分がエースってなるので、高いトスとか2段トスとか決めきれるような選手になっていきたいと思います。はい、ぜひこれからもね、楽しみに応援しております。この時間は比嘉暁斗選手にご出演いただきました。暁斗選手、ありがとうございました。ありがとうございました。最後にお話をお聞きしたのは、東福岡高校男子バレーボール部の指揮を執る藤本壮一監督です。選手の皆さん、この東福岡高校でこう人間性も磨きたいっていうお話をね、皆さんしてたんですけど、どういうこう指導方針が根底にあるんですか？そうです。目標は日本一でしてますけども、目的は人間的完成と、目標日本一を目指す過程の中で、卒業するときには人間的完成、まあ、抽象的な言葉ですけども、まあ、信頼される、人間になろうというふうに、目的を掲げて、目標、目的と両輪を成し遂げてこそ真の日本一だと思って、日々取り組んでます。ぜひこれからの生徒さんたちに期待するところ、インターハイは準優勝という結果でしたけれども、今後期待することも教えてください。そうですね、9合目までたどり着いたんですけど、まあ9合目、8合目がどれだけ厳しいかっていうことはですね、登頂するために、どれだけ厳しいかっていうのは常々、言ってきたんですけども、やっぱり実際、百聞は一見にしかずと言いますけど、実際自分の目で見て、で本当に9合目がこんな苦しい、しんどいとこなんだっていうのは分かって今回下山してきたので、まあ、彼らも身に染みて、あと春高バレーまであと、まあ、頂上登れるように、練習をしていきたいと思います。藤本監督でした。ここまでは東福岡高校男子バレーボール部を県出身選手のインタビューを中心にお届けしました。この時間のご案内は杉原愛でした。